ないので、また質問を作った某伊藤ライフさんの有名なセリフを鹿児島弁に訳したらどうなりますか、教えてくださいます。その某ライフ先生の有名なセリフというのがこちらなんですけども、頑張れ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 、まあ、ですけども、まあ、鹿児島弁で頑張れは気張れなんですけども、これをですね、鹿児島弁的に訳すと気張れ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 になりますね。まあ、ぜひ YouTuber さんや女性男性バビ肉異種系 VTuber さんなどにも使ってほしいですね。これは流行ってほしい。チンチンぬくなってきたなー、あーチンチンぬくなってきたなー、あーまあチンチンすずなってくって、あーチンチンすずなってくって、キンキンせんか、あーキンキンせんか、まあ、キンキンゾイセンか、キンキンゾイしなさい。いや、最後性のズバリとですね、もう頭痛が痛いみたいな感じですね。まあ、小さい頃聞いたことありますけどもね。ケケケケケケヘガフヘガフヘオヒッターヘオヒッター、今日は何し今日は何し今日は何し、将来何になるの、公務員。この CM でおなじみの鹿児島公務員専修学校はですね、今年の学生募集を停止しているということで、毎年更新されている、まあ、CM は今回はないようです。けけ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 こけけこけけこけけ。ちなみにこちらのコケケは某大物 YouTuber がシュールストレーミングを食べた動画で出た声ではないでごわすね。コケケ、某国民的アイドルが昔缶コーヒーの CM で言っていたおはようごわすというものがありますけども、これは聞いたことないんですけども、挨拶としてですね、ごわすはありますございますなどの意味で、活用形としてごわせごわしなどがあるみたいですね。まあ、ちなみにですけども、世間一般的には5月イコール西郷どんのイメージが強いですね。まあ、牛もですけども、まあ、鹿児島ではまあ一貫でございますね。まあ、年がいてる方いたりするみたいでございますけども、まあ、5月は、まあ、聞くときは聞きますね。年末だし、正月ビンタせんな。正月ビンタって、笑ってはいけないみたいなあれのことなのだ。いや、仕事。正月ビンタとは、正月を迎える前に髪を切って新年をすっきりして迎える準備的な言葉ですけども、まあ、鹿児島ではこの時期に世間話やラジオ、テレビ、まあ、ローカルですね、などで聞く機会がありそうな言葉ですね。まあ、牛はそのラジオとかで聞いたので、まあ、今は知らなかったんですよね。よく聞きそうな鹿児島弁シリーズ。はら、おまんさな、どこずいっきゃっと。おまんさな、どこずいっきゃっと。よく聞くかもしれない鹿児島弁、スンクジラスンクジラスンクジラとは、隅っこ片隅、まあ、つい最近で大隅地方とコラボした隅っこ暮らしはですね、まあ、鹿児島弁だとスンクジラ暮らしになるってことですかね。まあ、知りませんけど、そいを取ってくれんけ、そいよそいじゃが、そいそうすよ。だからよ、〇〇系は、県外で通じないという方言として知られていますけども、一部でですね、まあ、ちなみにですよ、だからよはですね、それな的な感じで使う方言ですね。まあ、ちなみにですけど、何々系は何々だっけ的な感じで使うんですけども、まあ、どっちもですね、まあ、不意にしてしまうんですけども、特にだからよは出ますね。まあ、だからよって自然に出ますけども、まあ、だからよ自体はですね、沖縄でも似た感じの意味の方言としてあるみたいです。はははは、あいだダルト、こうあいだダルトは面白かしい話をした後に、まあ、大爆笑した後くらいに、はいだダルト、はいだダルトみたいな感じでもう出ますね。まあ、今回はですね、アマキン TV さんの広告を意識していましたけども、まあ、どっちもあるかもしれないですね。はい、チンコビチンコビ、意味小さいもの、しんこさー、
チンコさ。意味、坊ちゃん、嬢ちゃん、チンケ、チンケ、またはチンコ。意味、小さい、小さく。冬がわたちんちんぬくなくってな。冬がわたちんちんぬくなくってな。花もちんちん立ってけた。花もちんちん立ってけた。キンキンせんか。キンキンせんか。あーもうキンキン座りでね。キンキン座りでね。キンキンイコール正座なので、もうキンキン座りっていうと正座座りなので、なんかもう頭痛が痛いみたいになりますね。もしもし公式ご当地 VTuber も普段使っている鹿児島弁ですです。ねえねえ、明日って休みけ。です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 とはどう表現、そうですという意味で、まあ、鹿児島にいるとよく聞く言葉ですし、使っている方言で、まあ、地元ローカル番組の番組名になっていたり、ハバネロソースの名前にもなっています。ちなみにデスソースみたいなやばいやつはないです。ぜひ買ってください。で、ないごてな。ないごてな。にゃー、なんちゃなら。にゃー、もうなんちゃなら。え、どもさん。え、どもさん。なんてしてるかい。なんて来たのかい。なんて来た。いや、ないちょっかい、ちょまかん。いや、ないちょっかい、ちょまかん。いや、ちょっと何言ってるかわからない。いや、ほんとにちょっと何言ってるかわからない。ネットで見つけた鹿児島弁シリーズ。その1、わっぜ。わっぜ。わっぜ、見てくらい。わっつびんてくらい。わっつびんてくらい。ネットで見つけたかわいい鹿児島弁シリーズ。なもしさん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 。いや、これどっちも外国語っぽく聞こえるシリーズじゃないですか、これ本当に。